鹿戸神社の大欅。昭和32年4月23日、群馬県指定天然記念物。樹齢約700年、目通り 9.7 メートル、根回り 15.1 メートル、樹高約15メートル。右は県下第2位の巨木であり、昔より御神木として、尊信せられ、父の出ない夫人が乳房の形を、作り祈願したところ、たちまち乳が出るようになったと伝えられ、今なお厚く信仰されている。はあ、県下第2位の巨木ですね。確かにすごいですね。こういった根元、本当に欅は大きくなるんだね。こちらにもね、県指定天然記念物、鹿戸神社の大欅。すごい。こういった感じ。すごいですね。こちらにはね、県指定天然記念物の、大欅あるんですけど、こちらがですね、また町指定の天然記念物、鹿戸神社の境内木。平成12年3月27日、町のシンボルといわれる竹山の南麓にある鹿戸神社の境内には、県の天然記念物である大欅のほかに、杉の木の目通り 1.5 から2メートルが15本、2メートル3メートルが28本、3メートル以上が10本、あるほか、欅の木の 1.5 から3メートルが3本と全部で56本あり、これらの木々が神社の森を形成している。元禄6年、1693年の五反田村絵図には、竹山を割の竹、神社を七社大明神と記してある。竹山の神割大明神は吾妻七社明神の中心的な神であり、南北朝時代に編纂されたといわれる神道集にもその名が見られる。また鹿戸神社付近はその昔鹿戸千軒といわれ、たくさんの家が立ち並び賑わいを見せていたと伝えられている。大きな杉や欅の木は、このような言われのある神社の境内木として、長い間大切に守られてきた。なるほど。こういったね、左上にはね、その杉や欅の所在地がわかるように。確かに、たくさんの大きな木が、社殿を取り囲むようにありますよね。実際にはどうなってるかっていうと、こういった鬱蒼とした感じ。社殿方向ですね。こんなすごい。すごいですね、杉の木ってね。
まっすぐ、まあこれだから御神木になるんでしょうね。はい、こちらが地下島神社の境内木です。拝殿のね、まあ、社合額には正一地下島大名人、そしてねこちらのね力石、昔若者たちがこの石を持ち上げて力比べをしました。皆さん持ち上がりられますか。平成26年4月期日、うん、子供の頃、まあ、神楽殿脇に力石があったのを思い出し、まあ、崖下を探したところを発見しました。皆で力を出し合い再奉納いたしました。あー、なるほど、それは大変でしたね。確かに持ち上げるのは大変そうな石ばかりです。まあ全部で5つなのかな。とてもじゃないけど持ち上がりませんよね。まあ一番左の、まあ無理でしょうね。力石、まあこういった感じでね、面白い構造になってますけど、境内、まあこれがね神楽殿だからね、そこがね、まあなんていうかな、崖になってるんです。ここから転げ落ちちゃったんだね、力石が。ずいぶん立派な社殿だね。屋根が厚いね。まあここをね、まあ、力石が転がっていっちゃった。まあこれを拾い上げました。まあ、こういった感じですね。